か、え、なんか、やっと、した。6が、よいしょ、山足行こうか。え、意外と重くなっちゃった。行くぞ。よい、よーし、行こう。おー、で、どっからどう行くの？何時？9時。9時出発。お3回目の山の誰かのうんちだよ、誰かのうんち。あ、本当だ。そう。何？そう。お客さんだね、きっとね。サギかな？鹿のお庭にも。鹿さんじゃない？あ、鹿さんかな。これじゃ分からん。あ、でもそこほら、どこ線観察遊歩道を経て、うん、あの上氷川峠って書いてある。あ、そう、そっち、そっち行けばいい、行ける？行けないかな、分かんない、行けるかもしれない。寒くない？すごいってちょっと大丈夫、ちょっと寒いぐらいで大丈夫だよ、すぐ暑くなるから。面白い。滑るからね、山の練習。自分の練習だよ。うん、よし、進んで。あ、ここあるから大丈夫だ。うん。すごい。ロケがされてる。お母さんは？お母さんお花の写真撮りながら行くって。インスタグラマーだから。あれ県外だ。本当。ダメなの？うん。困ったね。ここ県外だ。あ、そう。うん。そこしかない。リュックでかい。やっぱり買ってあげればよかった。うん、うん、あ、登るよ。山登山始まる。よし、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 よし。後ろの人先通してあげて。よし、行こう。遊歩道だよ。これ何を言ってますか。遊歩道だよ、ここ。登山じゃないよ。
うん。うん、ダメだね。これ、うん、もうちょっとぎゅっと引っ張って、うん、いい、いいでしょ？うん、くっつけたい。あ、こっちはもういっぱいになってんだよ。こうすると、どう？なんか突起があるから気をつけて。あ、これが遊歩道だ。確かにいっぱいやな。もうギリギリ止めてある。ここね、駐車場。え、濡らしちゃうの？どこ行くの？こっちじゃん。え、なんで左行くの？どこに行くの？山の入り口に行くの？長兵衛っていう、うん、ね、なんか山小屋みたいなのがあるから、うん、そこで休憩しよう。あ、で、山はどこに行くの？ここ山だよ。その長兵衛っていう山小屋から登山スタート。おー、やったー。 ありがとうございます。ありがとう。あら、結構素敵な山小屋じゃん。なんかかき氷があるよ。うん、かわいい山小屋だね。ねえ、かき氷食べたいとは思わないけどね、全然。ああ、いっぱい人いるよ。うん、バスで来るの、バスで。ね、え、こっから登山スタート？そう、こっから登山スタート。あ、休憩させてもらえな。えい。場所だ。すいません、トイレありますか？うん、外かな。すいません、トイレってありますか？あ、ありがとうございます。うん、左側の建物だって。あっち、あっち。
ね、あそこの建物。あれなんだ。あそこ。ここここ。そこ、そうそこ。じゃあ出発。9時半出発。どこまで行くのこのタクシー。ここが登山道だ。登山道。よし行こう。大菩薩霊登山道。見てキノコがいっぱいくっついてる。これかぎ。休憩したくなったら休憩したいって言ってね。うん、富士山超楽しいよ。だから行こうよ。いいよ。富士山。行きたい。でももう体暖かくなってきたでしょ。うん。でも耳が冷たい。待ちぼけれ。わ、下るよ。え、下るの？せっかく登ったの。お父さん、頑張るからです。誰の？山じゃないの？山じゃないの？いや、まだないの？本当、登山日和だ。今まだあそこ行けないんだよね。え？上高地はまだ行けないんだよね。上高地行けんじゃない？行けないの？なんかさ、台風かなんかで、通行止めだったけど、なんか復旧の工事してるって言わなかった？まだ行けないのかな。そうでしょう。暑くなるんだよ、すぐ。暑い。ちょいだ。じゃあ。あら、素敵ね。あ、山小屋だよ。着いたー。めっちゃ遅いね。ヤッホー、着いたぜ。なんかの匂いが、よし行こう。大菩薩峠から大菩薩峠で満足しないの？大菩薩。だってここ行ってこうやって戻ってくるのもこうやってこうやってくるのも変わりないですか？
で、しかも大菩薩霊って、あそこが頂上なんだから、あって行きました。行くよ。うちらは雷岩の方行って大菩薩霊行って、その後大菩薩峠の方に降りて、そこからこう戻っていく。ぐるーっと一周こうぐるーっと。お昼とかお腹空いたところで。雷岩のところが眺めがいいって。ちょっと早いかもね、時間的に。大菩薩峠の方の山小屋のあたりで食べるか。とっても登山するのにいい気候だしな。登山するのにいい気候だって今日は。で上行ってさ、ちょっと眺めが見たいなと思った時に、ちょっと晴れてくれるとありがたいけど。でも風もなくてさ、いいわ今日は。今日最高だ。いいんだよ、泊まって景色見て。こういうところ登っても、ね、登りやすいように靴の底がすごく硬くなってんの、登山靴は。大丈夫？みんな大丈夫？なんかね、尾根に出るんじゃなかったかな。尾根。尾根に出るの？だって絡まって尾根に出ると、尾根沿いをね、ずっと歩いていくようになると思うんだけど、そうなると多分もう ほぼ平らだから楽だと思う。尾根に出るまでが大変なんだと思う。こんにちは。まだまだ大丈夫？スピード大丈夫？スピード。スピード大丈夫。そう、石がね、石がグラグラするから、石の上には乗んない方がいいよ。休憩しようか。ちょっと休憩できそうな場所まで、ちょっと登るわ。中入って。大丈夫。座ったらそこに。大丈夫。大丈夫。息が上がる。大丈夫。なんか焦点が、目の焦点が。脈が上がってる。大丈夫なのか。大丈夫だけど、脈が上がってる。こんにちは。大したもんだね、ほんと。どうした？どうした？ラムネ？ラムネあるよ。はい、ラムネ補給を。ラムネ補給ってね。父さんにもちょうだい。1個で1個で。はい、ありがとう。はい。
帰る。あ、顔だ。あ、リュウ君どうぞ。顔どうぞ、ほら。お菓子一個でいい。ほら、ラムネ超うまい。超うまい。ラムネホッケー。あー。ラムネホッケー。あー、こんにちは。ラムネ効く、これ。おいしいよね。超うまい。ポケット入れて、ほら。めちゃめちゃ効くね、うん。パワー出るね、パワーが。レッツゴー。レッツゴー。よっしゃ。パワーの元で回復。うん。うん、すいません。ありがとうございます。登れる、リュウ君。結構な急登だね、ほら。見て面白い。あ？すごいな、この。こういうのを待ってたんでしょ？こういうのを待ってたの？すごいね。こういうのを待ってたんだ。最高？もうこれを求めてたのか、僕ちん。すげえな。お父さんはこういうのはあんまり求めてないけど。いや、すごい。ラムネで乾杯。ラムネ効くんだよ、リュウ君。効く、うん、くよ、ラムネは。パワー、うん、こっち行くと落ちちゃうからね、リュウ君。ここまでだよ、ここまで。これ足が細いから、足の幅がないからさ。だから、ちょうどいいの。シングル E だから、俺。こうするとつける。違う？じゃいいよ、どんどん進んで。
に食べるものとやあなんかそうそうコロナと共有で食べるのか。うん？そうだね。なんか違う道もあるね。でも違う道に行ったら、駐車場が多いです。山梨県、大菩薩峠。うん、大菩薩峠ってなんか、お話あるよね。そうだね。うん。映画もあったんじゃなかった。これ？うん。なんか見えない。わかんない。大体でいいよ。大体で。いいよ、うん、いけるいける。あれ降りよう、降りよう。もうほとんど人いねえぞ。そう、もう下山する時間だもんだって。まあ、それでもいいけど。長兵衛に泊まってったらいいんじゃん。長兵衛に泊まってったらいいんじゃん。初めて山に登るような人向けだってこと。うん、初めてじゃなくてもまだ4回目でしょ。でも僕はこれから難しい山で食べるんですか。なんかどうだろう。最後の何かおー、鹿の群れがいる。鹿の群れがいる。鹿の家族がいるぞ。いっぱいいるぞ、いっぱい。小鹿もいる、小鹿も。ね、びっくりした。そう。かわいいね。すんごい、すんごいいっぱい。チミたち。でもさ、慣れてるからさ、逃げやしねえな。
をつけて、気をつけて、気をつけて、お母さん大丈夫だから。うん、ちっちゃくゆっくり行こう。リベンジしよう。うん。え？いつ？じゃあ1月末ぐらい。1月末ぐらい。お父さん八方池スキー場でスキーしてるから。君たち八方池まで行ってきたらいいじゃん。ああ登山道ってこうだよね。登山道これだよね。これならスニーカーでも来れるわ。いやここの岩場みたいなところは。うん。あ、そうだね。おだまき。おだまきの葉っぱだ。それ？これ。何のおだまきか。おだまきさん。ポールいいでしょ。ポール。ゆうちゃんさ、買いなよ。買いな、いいよ、買いな。え、欲しい？欲しいよ、やっぱ。あるのとないのとじゃ大違いだぜ。いいけど、うん、この次の登山までに、ちょっとトレッキングポール買いなさい。この次の登山までに、トレッキングポール買いなさい。トレッキングポール。リュウ君はリュウ君まだ早い。リュウ君ポールに興味出てて転ぶと思う。まだリュウ君はまだそこまでだ。年齢によってね、天気がどうかじゃなくて、年齢によってやっぱりね、違うと思う。それじゃこういうものを使いながら坂道を降りるっていうのはね、リスク抱える。そうだね、そのリュックはちょっとやっぱダメだね。うん、そうだね。どれ？それ？それ仙台の石井スポーツ。うん、それパイネっていうブランドなんだけど、パイネって石井スポーツの、あのオリジナルブランドなんだよ。うん、あ、そう。それは安いよ。カーボン。カーボン1本1万ぐらいだ。いいよ、しゃがんで。あ、そうだ、リュウ君。これ持ってあげる。暑くない？食べてきた。お父さんいらない。足だな。そうだね、足がね。だって大人だってつらいもん。よし、頑張ろう。駐車場まで降りてくの。トイパいい？トイパ。うん、トイパいい。パパ、トイパいい？トイレいい？トイレ。じゃあ降りよう。やべ、本当に暗くなってきたぞ、リュウ君。ねえ、これで真っ暗になったらもう降りれないからね。本当道わかんないから。うん、電灯ないからね。だからもう早く。見て、こんな暗いんだよ、もう。もう早くしないと。早く。そう。ね、早かった。
気合で、ね、気合で降りるよ、気合で。キアパ？キアパ？キアパだ、キアパ。走ってるよ、あの子。リュウ君。倍だな、本当に倍だ、計算倍でいかねえとダメだ。しゅんちゃんだって結構なんでしょ？ん？しゅんちゃんだって別にすっごくもうちょっと早く行けた？俺？いやー、いけねえ。無理。倍だね。うん、倍だ。せーの、ドン。さらに倍だ。いやー、登山でこんな暗くなるの初めてだ、うん、初めてだ。あれ、お父さんライトある？お父さんは一応ヘッドライトは1個持ってきてる。お父さんのライトに頼っていくから、うん、でもね、本当は1人1個持ってないと自分の歩く足元が見えないからダメなんだよ。ダメなんだよ、こんな暗くなっちゃう。もう早く走るしかな。いいよ。車来たよ、車。じゃあ、クルパ来て、クルパ。リュウコ、お父さんの後ろ来て。クルパ行こう、クルパ。あれ、どっから来たんだっけ？こっち？大菩薩湖北、こっちだ、こっち、駐車場。そうだね。まあ、暗いからもうあれだよ、足元気をつけてね。ギリだったね。ギリパだったね。ギリパ。